本郷選手です。やりましたね。信じられないです。今モニター見ていて思わず優勝しちゃったという言葉でしたが、でもあの全然優勝とかできると思ってなかったのですごい嬉しいです。本当にでもフリーは素晴らしい演技でしたね。ありがとうございます。自分で振り返ってみていかがですか。あのショートフリーともに自分の今出せる力を出し切れて、あの優勝できてよかったと思います。初めてのグランプリシリーズで優勝ですよ。でもあのやっぱり自分だけの力ではないと思うので、あのいつもあの教えてくれてる先生とか、あのアドバイスをくださるあの連盟の皆さんとか、あの家族のみんなにみんな感謝してます。そして今日も大きな声援も届いたかと思うんですが、すごい皆さん応援してくれてすごい楽しく滑れたし、あのすごい嬉しかったです。今日はショートプログラム2位からということでプレッシャーも大きかったかと思うんですが、そのあたりどうでした。ちょっとあの順位のこととかも気にしちゃうところはあったんですけど、やっぱりあの2位であのフリーに臨めるだけ自分の中でもすごいあの成長したと思って、あの最終グループで滑れるだけあのいいんだと思って順位のことは気にせずにやろうと思いました。そしてそのプレッシャーの中でもパーソナルベスト更新でまた素晴らしい演技成長を見せましたね。でもあの先生とかもにも言われたことをしっかりできたし、あのやっぱ先生がいてくれたので先生に感謝してます。コーチをはじめ本当に多くの支えがあったと思います。改めて今日本でも応援しているファンの皆さんもいます。また一言お願いします。あのいつも応援してくださっている皆さんやあの支えてくださっている方のおかげであの優勝できたと思うので、あのこの感謝の気持ちを忘れずに次の全日本や次の試合にあのしっかりつなげていきたいです。グランプリシリーズ優勝という本当に大きな自信になりますね。あのジュニアでも優勝したことがなかったので、あのすごい嬉しいです。これからもどんどん期待します。ありがとうございます。本当おめでとうございました。ありがとうございました。